はい、どうも良平です。よろしくお願いいたします。はい、本日は少年野球チームですね、埼玉県入間市の少年野球チーム3ドラゴンズさんに潜入させていただいております。本日はキャッチボールの様子から、その中からちょっとだけ選手に、インタビューをさせていただきました。近い距離のうちはしっかりと体を使って上から投げる練習をしています。これコーチの方々がすごいね、こうやって投げるんだよって言っていたので、指導環境も整ってるなと感じました。いい声だ、いい声だ。やっぱり少年野球人ですよね。ありがとうございますって言葉がすぐに出てくるっていうのは、これしっかりと肩を回して投げているんですよね。回してから、可動域広げたり、しっかりと上から投げて肩を壊さないようにっていうのがあるのかなと思います。緊張してる？緊張してない。カメラ緊張しないで喋ってくれると、正直こちらとしてもすごい助かるし、明るい選手たちが多くていいですよね。指導者の方々も肩をしっかりと上げて、上から投げてっていう方で、指導していましたね。そして、女子選手ももちろんいます。ナイスボール。僕らの時よりかも少年野球チームに女子選手が入っていることが多くなってきたなというふうに感じています。キャッチボールの相手も女子選手、現在3名の選手が在籍しています。ここからは選手にインタビューをしていきます。今何年生？4年生？めっちゃ超いいボール。野球はいつからやってんの？3年生くらい。じゃあ1年ちょっとやってるんですか？はい。上手じゃない？すごく。ありがとうございます。すごいいいボール。このキャッチボールの時どういう意識で投げてる？向こうに相手にどういうボール投げようかなと思ってる？胸に投げようと。おー、いいねいいね。こんにちは。こんにちは。野球っていつから始めました？3年生。今何年生？うん、おお、初めて1年か。ちょっと投げてもらえる？おお、いいボール投げるね。さすがだね。1年ですごいね。投げるときにどういう意識で投げてる？上から。なるほど、高いところから投げるっていうね。オッケーオッケー。いや、いいフォームだ。おお、ナイスボール。よし、いいね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 。何年生？5年生。おお、いいね。いつもどこ守ってる？ファーストです。ファースト。なんか好きな野球選手いる？埼玉出身なんですけど、ヤクルト好きです。おお。今、あの犬ちょっと村上？村上さん。いつから村上好きなの？クロスピっていうゲームやってるんですけど、おうおう、それちょっと最初のチームヤクルトにして、村上が当たってちょっと好きなの。好きなの？そう、なるほどね。いいね。なんか野球の YouTube とか見る？小学生で、キャッチャーで、なんかすごい、こうやって撮ってるやつ。あ、見て。ビタ止め？あれです。向こう？向こう見てる。向こう見てる。向こうね。俺向こうとも7年ぐらいだから。ビタ止めね。多分その時取材行ってるな俺も。ヒューマくんとか、ゲンくんとかかな。あ、なんか確かにいっぱいいましたね。いたよね。フォークじゃないの？あ、そうですそうです。でしょ？はい、俺カメラでやってるよ。おお、翔平ティ。これで。な？見ましたって、まだ多分。誰も出てないんですか？出てない。初だ、初。こんな長いの初だと思う。君が初めてだから、やっぱリアクションがいいから最高。え、今日ロングティー来る？今日ロングティー行きます。行く？ちょ見てね。よろしく。打ってもらうし、俺のも見てもらう。 130m 飛ばすね。飛ばすよろしくね。今一番向こうにいるレンセイ君がすごく面白いコメントしてくれたんだけど、彼はどういう人ですか？本当にやるときは本当に人を打ってくれるけど、プライベートではすごくみんな盛り上げてくれる。おう、そうですね。
ひなたくん何番打ってるんですか。3番です。3番、おこんにちは。何年生。2年生。高脇早くしてよ。え、下の名前なんていうの。海洋。海洋くん、よろしくね。こんにちは。おー、こんにちは。下の名前なんていうの。高脇です。高脇くん、今日お願いね。よろしくお願いします。めちゃくちゃ元気いいな。今何年生。2年生か。まあ、じゃあいつから、去年から野球始めたの。はい。おお、いいね。野球楽しい。なんでよ、楽しいって言ってよ。まあまあ言っちゃダメだね、そんなこと。ちょっとね、あの、もう好き、もっともっと野球好きになってね。はい、今日お願いね。よろしくお願いします。やべえな、すごい元気だな。始めたきっかけとかある。なんで始めたの。お姉ちゃんが入ったから、うん、おお、一緒に入ってた。お姉ちゃんあっちにいる。あ、そうなんだ。じゃあ兄弟で野球やってるんだ。はい、いいね、いいね。いや、いいボール投げるな。すごい、ナイスボール。いいよ、いいよ。うわー、すごい。すごい。はい、ここ。いや、何年生。2年生です。2年生。いいね。おいしょ。これは、あー、やばい、取ってね。今取ってね。取れよ、取れよな。ナイスボール、ナイスボール。コントロールいいね。コントロールいいね。ナイスボール。今何年生。2年生。お名前は。ケンシンくん。いやー、いいね、かっこいい名前してるね。うん、野球好き。そんな好きじゃない。いやー、ね、好きって言ってよ。だけど、楽しい。あ、いいね、楽しいのは。みんなと土曜日も集まれるのいいでしょ。どこのチームが好き。ライオンズ。あ、やっぱいいね。その中でも誰が好きとかある。友崎。あ、いいね、友崎選手。足速いもんね、打つし。でもやっぱり金子の方がね。あ、まあね。本日の動画は以上となります。チャンネル登録、コメント、グッドボタンよろしくお願いします。それではアイシャー翔平 TV 2022年版 T シャツ&スウェット販売、購入リンクは動画概要欄にあります。チェックよろしく。チャンネル登録1万人突破、皆さん本当にありがとうございます。2万人、3万人、4万人と頑張っていきますので、これからもよろしくお願いします。チャンネル登録は必須でお願いします。